こんにちは、日本語ラーニングのゆうたです。この動画ではほにゃらら代わりにの文法を勉強しましょう。はい、意味は英語で instead of ブラブラですね。例えば A さんがいます。 A さんは本当はキャンプに行く予定でした。でも雨が降っていたので家でネットフリックスを見ています。はい、このような時に代わりにを使うことができます。はい、例文です。キャンプをする代わりにネットフリックスを見た。はい、このように使うことができます。 A さんはキャンプをする代わりにネットフリックスを見た。はい、じゃあもう一つ例文を勉強しましょう。田中先生の代わりに鈴木先生が授業します。はい、田中先生が例えば学校を休んだ時とかに田中先生の代わりに鈴木先生が授業します。ブラブラの代わりにとも言いますね。はい、このように使うことができます。はい、ぜひこの代わりにをたくさん練習して使えるようになってください。はい、動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネル日本語ラーニングでは日本語の授業の動画をたくさん上げています。日本語の勉強をしている人はぜひチャンネル登録をして一緒に日本語を勉強しましょう。はい、ということで終わります。バイバイ。